皆様どうぞ今日4月4日東証の新たな歴史が始まりました市場区分が再編されプライムスタンダードグロースの3つの市場がスタート取引初日の模様を振り返り変化は感じられたのかそして今後の課題は何か この後専門家と徹底解説します。東証再編。日本株は買いか。日経スペシャル東証再編日本株は買いか。 第五回の今日ライブ新市場スタートと題しまして生放送でお届けします今日四月四日東京証券取引所の新市場区分がスタートしました初日の取引の様子や市場の反応は今回の市場再編で日本企業の価値向上が実現できるのか専門家を交えて解説しますそれではゲストをご紹介します 株式市場や企業の事情を知り尽くす東証再編のエキスパート大和総研政策調査部主任研究員上尾厚史さんそして今回の再編を徹底取材マーケット解説でもおなじみの日経クイックニュース記者中山圭一さん進行は日経 CNBC 直井敦史解説委員長と私海野由香が務めますではまず初めにお伝えするのがこちらです 新市場区分スタート初日の取引を終えてえでは神山さん中山さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいよいよ東証の新たな新市場区分スタート60年ぶりの大再編ということですちょっと中山さんからお聞きしてみています今日一日マーケットご覧になっていたと思いますが、はい、率直に言ってどんな初日どんな感想でしたかまああのー 全体的に売買がこう細ってですねあ,のあまり投資家の動き少ないですという話も聞きましたし、うん、あの投資家のこの市場再編の反応どうですかとトレーラーの方とかに聞いてもですねまあ,あまり反応ないですという見聞きも聞かれました、うん、あと1つ言われたのはこの新しく3市場になりましたけれども、ええ、スタンダードという市場がありますけどこの市場が分かりにくいと。分かかりにくいですか ススタンダーードグロでですすねねそう今まで2部だった銘柄とか j a s t a クにあった銘柄がスタンダードになったわけですけれどもここをリアルタイムで算出する指数が少ないといいますかですねあのこのどういうふうな指標,感指標としてどう見ればいいのかということが分かりにくいということがかなり引かれていましたのであの後ほど出てくるかもしれませんけれどもその新しい指数というのも出るんですけれどもこれが大火消後に1回しか出てこないということがですね やっぱり市場の中で戸惑いを広げていたような形があると思います。 まあね、それ実は朝から番組をお届けしてわれわれもそうなんですけどもどの指数見るんだろうとあれ、こうドこうだっけみたいなところがありますとただ中山さんある意味では大きななトラブルはかかったですか、ね、そうですすねねそう一部の証券会社でランキングが出ないとかそういった声もありましたけれども、まあ、あの市場再編で、まあ、あの大きなトラブルはなかったと、うん、トレーダーたちも、ね、何かこう大きなトラブルないといいですねいろいろチェックしたんですけどということをおっしゃってたんですけれども、うんまあ、そういう意味でいうと、まあ、無難に今日は。 それに乗り越えられたかなと思いますね。静かにスタートしたということかもしれません。では上野さんにもお聞きしていきます。今指数の話もありました。はい、あの株価株価指数が今日から大きく変わっています。あの継続してこれまでと同様に見ていける指数とですね、新しく出てきた指数そしてなくなってしまった指数があります。ざっとまとめるとこんな感じなんですが。 まあこれまさに再編を象徴するようなことです継続としてはトピックスあと東証マザーズ指数という、まあ、ここら辺がまあかわあの変わってですね、多くの方々が注目されているところかなというふうに思いますし、うん、で新設ですとスタンダードトップ20あとグロースコアですねあともちろんお話先ほどありましたけども 各市場プライム、スタンダード、グロースのです、ね、各市場の指数というのも新設されているということになります。で一方で廃止というのが、えー、日経ジャスダック平均東証2部指数というものが出てきているということになりますトピックス、東証マザーズ指数などあの今後、変わっていく指数についてはまた後ほど詳しく触れていきます。でではは続いてこちらです東証再編のの目的その実現は可能か ということでそもそも東証再編の目的は何だったのか改めて確認したいと思いますその主な目的をまとめました各市場区分で曖昧だったコンセプトを是正する上場会社の持続的な企業価値向上を促すそしてトピックスを投資対象としての機能性と市場代表性を兼ね備えた指数に見直すそれでは直井さんお願いします はい、えー、当初再編の目的よく言われているポイントをまとめてみましたその目的が達成されているのかどうか今どういう段階にあるのかちょっと神野さんしていきましょうかこの一番上のですね曖昧だったコンセプトの是正これはどうなんですかね、はい、そうですねこれは、えー、曖昧だったのかなり、えー とととしたたコンセプトににままめられたかないいうふうふ思います、うん、こちらに書いてありますようにプライムはグローバル投資家でスタンダードはその公開企業としての十分な流動性ガバナンスあとグロース高い成長可能性、まあ、この3つになったわけですけども当社は5つあったわけですね。うん、あの 東証一部二部ジャスダックスタンダードグロースあとマザーズというところになっていましたけどもその五つの市場がこの三つになったということで今まで東証二部とジャスダックスタンダードでどういう違いがあるんだろうっていうのは分からなかったところがここは重複がなくなったということになるかと思います、うん、そもそも中山さんな,なんでこんないろいろあったかというとまあ取引所の競争みたいなこともあったわけですもんねそうですねまあ取引の競争もあって ということになりますよね、まあ、この厳格化をしていてもともとのコンセプトも,もっとすごくですね絞っていい銘柄を集めたいということもあったと思いますけれども、うん、ちょっといろんな意味もあのいは曲折もあってという形で今回の形になっているととりあえずあのバラバラなものが少し整理されたことは間違いないと思うんですがその2つ目の課題です。 企業価値の向上を促すというかあのことなんですけどもここから市場ごとに現状とか課題も見ていきたいと思います。その企業価値を促すことになっているのかどうかそのそこでまあまた改めてプライムスタンダードグラスグロースということが出てきます。これプライム市場についてはかみさんどんな風にご覧になりますか。そうですねこちらのまあ。 グローバル投資家と,というか世界に向けた発信したという市場になるかと思いますけども、ええ、えまだまあ開始当初ということもありますので、まあ、そこにはちょっとまだ距離があるかなというような印象はあります世界に代表,する代表するというところにはま,あまだ距離があるかなと。とはいえあの今回その、まあ、目玉と言われるところですけども上場維持基準、ええ、今までの上場廃止基準というのが今上場維持基準という名前変わりましたけども、はい、上場維持基準かなり引き上がった。 基準がが引き上がってますのでそれは「上場を維持する」というのはあの既存の上場企業にとっては「上場を維持する」ということが非常に難しくなったということになりますのでそれはだとするならば「上場を維持していくために企業はものすごくいろんなとく取り組み成長戦略を打ち出していかなきゃいけないそういったえ企業をあと企業が頑張るような仕組みっていうのがその組み込まれたということになるかと思います。 もう一つあのさんよく言われる話なんですけれどもその流通時価総額100億円というのがつキーワードになってますよね。市場全体化すれば中古型に類するところ大企業にこれプレッシャー当たってるんですかね、はい。こちらはえ大企業へのプレッシャーというのは中古型に比べると少ないかなというふうに思います。うん、もちろんここういったとあの,この 再編を機にですねかなりネジを巻き直していこうと、うん、まあ時価総額1000億超えるようなところでこちらの再編を機に企業改革を進めていこうという企業もいらっしゃいますので、うん、まあそういった意味ではあ必ずしもプレッシャーがないわけではないですけども中古型よりは少ないかなというイメージはあります、うん、か情報開示という点ですと、まあ、情報開示あるいは ESG 対応、はい、これはかなり広く あのプレッシャーを与えていいるという感じはうありますかねこちらはのガバナンスコードというものが改,改正されていますけれどもそういったところでかなり ESG の強化というのが謳われていますのでそれを企業の成長戦略に落とし込んでいくというのことが企業,としあの企業の戦略として見られてきているということかと思いますこれはまあ言い直せばサスティナブルに企業を持続可能にしていくということになりますのでこれは非常に注目すべき取り組みかなというふうに思います、うん。 中山さんにもお聞きします、はい、この13月もいろんなプレスリリースが出てきて中山さん、いろいろと見てらっしゃったと思います企業の間でいわゆるコーポレートアクションですねこの基準再編に対応するためのいろんな動きがありましたね例えばという例いいくつか挙げていただけませんかあの例えばなんですけれどもやはり有名な企業でもあの株主優待を新設するという動きも出てきました。はい、でそれはやはり 企業としては有名ですけれども時価総額で見ると実はそれほど大きくなかった、うん、まあこれがその今回の市場再編に伴ってみたら、まあ、その価値を上げるために何をしなきゃいけないかと考えた1つが 1>、うん、多分その株主優待の新設ということだと思います。はい、でそのの例がこの気分食品ですよね 気分食品はこれ2月ですかね。そうですね。2月の14日にですね。株の集体を新設するという要求を出せました。まあ、はい、その直後にですね、株価も急伸しているという形で。いい あの全般的に言うと大企業は株主優待をやめるという動きにしていて今そうなってます、ね、そうななっっててまますすねねそ、うん、その一方でこのやはり中小型の銘柄でまあ有名であってもあの時価総額がそれほど大きくない企業というのが拡充ですとか優待をするまたあの増配ですとかそ,のえそうですねえ業績の情報修正もまあそれは業績もあってということですけれどもそのコーポレートアクションをしてまあ株主を引き付ける政策っていうことをですねしてきたその一つがまあ気分職質 食品だったりも、それ食品もやっぱり時価総額としては十分クリアってわけにはいかないわけですかね。まあ、えっ、ー、とだいたい二百な六十五億円ですから、うん、流通時価総額で観点で考えますと、まあちょっとこう頑張んなきゃいけないなっていう金額になってくるかなと思いますね、うん。そういうところでも株主優待という動きが出ている。それから直近でもいろんなコープレー アクションまだ続いているようです、ね、そうでですすねねそ、えー、2163のアルトナありますけれどもこれ1日にですね、はい、株,式株式の売り出しに関するお知らせというふうに出していました、えー、これはですね、えー、これも去年からいっぱいずっと出てきた話なんですけれども、うん、まあ流通する株式をこう、まあ、株式の比率を高めるために大株主から売り出しをするという動きを出していますで今回このアルトナに関してもですね、えー、ちゃんと明確にですねこの、えー 上場時価総額あの流通時価総額は、えー、流通上場維持基準で100億円ですけれども移行基準日では40億円だったと全然足りないんです。だいぶ足りないですね。だいぶ足りないので、えー、これで売り出しをして、えー、この流通の流通株式の比率を上げるための政策として出してきたと。うん、まあ今までいろんな企業も出してきましたけどちょっとまあまだまだこうポロポロですねこういった動きも出てくるということがですねまあ企業にはやはり動きを出すっていう意味では。 意味があるかなと思いますけど、まあその速度がいろんな会社で違うっていうことがあってですね、そこはちょっとまだよく丹念に見る必要があるかなと思いますよね。うん、あの加藤さん、ちょっと株価に基づく基準の切ないところなんですけども、はい、そうやって個別の企業がいろいろ努力しても、いやウクライナですとかインフレ懸念ですとか、はい、その吹き飛んでしまうようなところがありますよね。特にこの1、2月とかね。うん、そうですね。ご指摘のようにそのサウス銘柄だとか IT 系の銘柄というのは、はい、やはり株価の下がりが 大きかったと思うんですねで、ええ、そこで今、戻っているかというと、まあ、戻りきれていないという状況になるかと思いますただ、その中でもその株主還元をしっかりやっていった企業というところは、えー、株価が堅調な企業もあったりとか、うん、まあ下がらずに横ばいで維持しているような企業もあるということかと思います。やっっぱり企業にによってその株価のの維持の度合いにも、まあ 違いいがあるとととううことだと思うんですねさてあのスタンダードあるいはグロースについても見ていきたいんですけどもあのマザーズ指数というのがちょっと今回特殊なというんですかねこれ中山さんマザーズ指数はあの一旦なくなるかと思われましたが今日あたりも実はすごく注目度が高いと思うんですね。マザーズ指数の動きってのはどうご覧になりますか まあそうですねマザーズ市場がなくなったんですけどマザーズ指数が残るっていう形で、ええ、また先物も,も残るっていうことなのでここに関してはやはりいろんな投資家さんから証券会社に問い合わせがあったようでどれを処分せべいいんだとか市場再編後どのように見ればいいのかっていうあの声は多かったと思いますね、うん、でまあこのマザーズっていうのがあの残ってまたこれからもですね形として変わってくると。 でその形がやはり10月に向けてです、ね、その250銘柄、上位の250銘柄のに絞られる形になってくるいく、ええ、間にちょっと挟むんですけど、またこの今回、グロースになった銘柄が追加されたりですとか、ウェイトの調整もあったりとかで、最終的に250銘柄になって、うん、でそうなってくると、気になるのは、例えばメルカリという銘柄もありますけれども、ええ、今度、グロース市場からプライムに目指すということも表明しています。はい、でプライムに行きますと今度は トピックスに採用されると, <A> ということになるとマザーズ指数から抜けるということになるので、うん、あのマザーズ指数自体こう変質していくという動きがです、ね、これからも出ていくのでこれは抜けていくのはマザーズの、まあ、ある種の宿命むしろそういうのを促さなければいけないということですけれども継続性みたいなことでは難しさはありますね、えー、マザーズ指数の話出ましたけれども当初再編目的3つ目はトピックスの見直しということです。 こちらの議論を進めていく前に一旦コマーシャルに入ります日経スペシャル東証再編日本株は開花再編初日を終えまして生放送でお送りしていますここからは東証再編の主な目的3つ目のトピックスの見直しについて考えます 先ほどお話出ていたましたマザーズ指数実は三点四パーセント高値日計ということなんですねさてトピックスですえトピックスの見直しが今後どんなふうに進んでいくのかちょっと複雑な過程にも見えるので神尾さんに解説いただきましょうこんなふうにフローチャートをご用意しましたこれどう見ればいいんですかそうですねまずはこちらの端の方からなんですけども実はこのトピックスの見直し三回 あるんですね企業から見ればトピックスに残るためのチャンス、まあ、それを企業が努力してそれを反映するチャンスが3回あるということになります 1>、はい、で1回目は実はもう昨年の7月に終了しておりますここちらのオレンジのところですね<ー>で今はこの第2回判定というところに来ていることになりまして、はい、これは第1回判定で流通株式時価総額100億円に行かなかった企業がこちらのノーという形で今こちらに来ていると。うん でこの判定というのが今年の10月これは2回目の判定ですが行われる、はい、ということになるんですけども、ええ、実はこの流通株式活動100億円以上というこの数字に関しては3月決算企業でいうともうすでに判定。 出ててしまっている足元の株価でも反映されてしまっていて期間はこれ1 3月でしたもう終わっっちゃってますね,すね株価は13月、はい、あとは流通株式数に株価かけるわけですこの流通株式数も3月末でもう切られているので<ー>3月決算企業でいうともうここは判定が終わっていて判定の結果が出るのが10月ですので、まあ、おおよそのど,どこがどうなったかというのは、まあ、計算すれば分かってくるところ。 今3月決算一番多い3月決算企業でいくと結果待ちの状態になっているところです、ね、そうですね結果,そうです結果待ちまあ足元で計算すれば自分でも計算できないことはないっていうところですね、うん、でその後、えー、ここで100億を超えていればウェイトの低減はないんですけどもい、えー、っていない場合にはこの、えー、段階的ウェイト低減銘柄ということで、えー、まあ トピックスに追随するファンド ETF 投資信託等ございますけどもそこからあの、まあ、資金が流出していくような形、うん、まあウェイト低減というのが行われますと、はい、まあ10投資されていたらそのうち0.1 4回ずつ減っていっている、最だ0.6になるっていうところはここで行われるという形になります。あ<ー>まあ資金が流出していくっていうところですね。これはもうあの見えてきてしまうわけですね。そうですね。それでもまだ廃者復活みたいな廃者復活が3回目最後が2023年10月にありまして、これは来年のまあ10月行われるわけですけれども。 また同じように流通株式時価総額は100億円かどうかというのがまず判定があると、うん、でこれがイエスであれば、えー、さらにもう一つ実はあると年間売買代金回転率0.2回2回転以上というのがあってそうするとここでイエスになると、まあ、こ2020年10月の段階で減ったものがここで戻りますと。 戻るんですね。四十パーセント減ったものがこちらで、また戻りますということが。資金流入ですね。あまあ、要はトピックスのファンドからの資金流入が起こりますよ、というのがあります。ただ、一方で、ここで零点二回転以上がノーだった場合には。こちらと同じように、その零点六のまま。いくという形になりまして。で。第二回判定。 のところ100億円いかなかった場合はノーという風になって2025年1月の段階でトピックスから外れていくというとトピックスに追随する ETF 投資信託から資金が抜けていく資金投資されていた資金がまあ抜けていくということが起きるということになりますこれ、神山さん市場がどこに属するかというのはまあ,ある意味何ですかね名称の問題かもしれませんけど投資家の資金がリアルに抜けていくそしてそれに ボーダーラインにいるという企業にとってはこれ、かなり切実な問題ではありますすねそうです、ね、かあの株価に直接的に影響が出る可能性があると、まあ、これは先ほど申し上げたその追随するファンド、ETF 投資信託だけではなくてその状況を見ている投資家からも資金が抜けていくということがありますので、うん、それはダイレクトに影響があるというふうに亀井さん、改めてですけれども。この トピックスの見直しを経てトピックスの指標としてのその分かりやすさとかその海外からお金が入ってきやすくなっているかどうか連続性このてって今どんなふうにご覧になりますかそうですね今回このあの今までのトピックスと連続性をすごく配慮すごく配慮されていたものになっているんですね連続性を配慮すごく連続性を配慮していることになっているんですけども、はいえー、これが まあ連続性を配慮するがためにその継続的なものにするということで大胆な改革がおきできていないというのがちょっと難しいですねその継続性と大胆な変化というのはちょっとトレードオフみたいなところがあるなと思うんですけれども中山さんにもお聞きしますこのトピックスの見直しこれ,これから先の大きなテーマになってくると思いますマーケット関係者の見方いかがですかあのトピックスというベンチマークはずっと変わらないと思。 はい、あのというのはやっぱり年金の運用する方々が見るのはトピックスでありやっぱりトピックス日経平均でありと。はい、なのでそういった面ではやっぱり変わらないのでその新しく例えば指数を出すということも考えられると思うんですけれども、うん、そのどのようにちゃんとこの,年金あの運用者に あの扱ってもらうかっていうことはですね、ちょっと重要になってくるかなと思いますね。運営者、投資家ですね。投資家にとって、うん、やはりその今のトピックスがあまりにも,も普遍的であり、あのちゃんと毎日見られる指数となってしまっているので、えー、例えばあるストラテジストがおっしゃってたのは、お昼にこのトピックスっていうのが流れるのが重要であって、えー、日経平均が流れるのは重要であって。 新しい施設を例えば作ったとしてもそれをちゃんと毎日こう公表するメディアがあったりとか浸透させなければ意味がないということになりますので、うん、まあそこの仕組み作りっていうのてこれからも指標の難しいところでその、まあ、理念としていくら素晴らしくできていてもみんながそれを見て。で それこそ GDP も日銀もそれを買うんだということになってないと多分機能しないですよね。機能しないので結局またトピックスに戻ってしまうって形になるので、うん、まあその上手くし上手い仕組み作りっていうのがやはり必要になりますよね。うん、それもそのあたりも今後の課題ということかもしれません。トピックスの課題も見てきました。そして今日最後のテーマはこちらです。ズバリ日本株は買いか。 ということで今回の番組に関連しまして日経 C.N.B.C. では投資家サーベイ日本株は買いかを実施中です締め切りは今日の深夜です皆さんぜひご参加くださいアンケート今今日までごあの募集中なんですけれどもすでにあの視聴者の皆さんからたくさんあのいただいていますお聞きしているのは日本株は買いかはいいいえという質問とそれから新市場区分に帰して これを聞きたい知りたい言いたいといろんな疑問が寄せられていますまあ、皆さん寄せられた中からこの後東証山地社長にもインタビューを予定しているのでぜひもうぶつけてみたいぐらいに思っていますちょっといくつかご紹介しましょうで、中山さんこれお答えできますかね例えばですね あのまあ、正直、曽根さん大好きさんから頂い,いているんですけれども、まあ、この方はそんなに市場区分によって違うと思ってないんですがでもやっぱりプライムに入っている銘柄の方が投資の魅力というのは高くなりやすいものでしょうかという疑問です。どう,どうなんですかね多分 丸じゃなないいかなと思います上場維持基準というのもありますけれども先ほども説明ありましたけれどもそれを確実にちゃんと超えていかないといけないということがあると思いますで、今経過措置ということがあの決まってませんがいずれ決まってくるそうなってくるとやはり企業の価値を高めていかなければいけないという動きはありますのでプライムでちゃんと残っていく企業というのはあの魅力も価値も高まるということはあの理論上としてもありえるかなと思いますよね。 ということですもう一つご紹介していきましょう奥の細道さんこれもすごく切実なお話で娘の勤務先が暫定プライムですこれ多分経過措置のことだと思うんですねやっぱりこれプライムに残れないと大きく売られてしまうんでしょうかとお父様が気にしていらっしゃいます神山さんいかがでしょうかそうですねあの丸バツではちょっと示しづらいんですけども <laughs> <laughs> あの。 あの現状そのプライムにあの経過措置の企業って計画書を出していると思うんですね。はい、その計画書が非常にいいものが出ているので、はい、投資家からすごく関心を集めている企業もあると思います。で、うん、そういった企業は株価が、えー、上がっていたりだとかまあ堅調な動きをしている企業もあるかなと特にあの株式還元を まあかなり改善した企業というのは、ねえー、株価も堅調に推移しているという印象があります、うん、だから経過措置だからダメだという話ではなくてそ,、ね、それに合わせてどんなその計画書を出しているかどういうメッセージを出しているかということですね、はい、あの奥野細道さん、それはやっぱりあの企業によってだいぶ違うということかと思います。もうう一つご紹介だけししておきましょうかほんんの一言さんこれはあの これを言っておきたいという話で実は今回、いろいろいただいている中でやっぱりこれは正直多かったと思うんですね。海外投資家を呼び寄せるためなのであれば警戒措置なんて本当に必要だったんでしょうか、ほんの一言さん。やっぱりプライムが多すぎるという話とですね警戒措置、意味がわからないという話はまあちょっと正直結構多かったかなと思います中山さん、やっぱりこの辺り市場関係者も疑問多いですかね多いですしその期間がわからないということはやっぱりもやもや感を生んでますよね。 いつ決まるのかもわからないその方向がいつ、まあ、早めに決まることをみんな望んでいるというのは間違いないいなことだとだ思いますよねそうですね、まあ、そのあたりもぜひあのこのあと山路社長、当初のトップにもです、ね、ぶつけていきたいと思います。 次回5月12日の放送最終回になるんですけど東証特番最終回になりますが皆さんからの声、質問東証トップにも直接ぶつけてみたいと思っています今日深夜まで受け付けてますのでぜひアンケートにご参加いただければと思いますさて最後になりますけれどもそのさまざまな問題とか、まあ、疑問を抱えながらもですね東証再編今日とにかく無事にスタートはしているわけですね。 あのどんなところに課題があるのか今後どんなところに注目していくのかあの亀尾さんからお聞きしていきたいと思います。 2>, まあ2点ありまして、であの先ほど中山さんもおっしゃったようにその経過措置というのが当面の間となっていて、まだ終了期限はわからないと、はい、で報道によれば年内にその基本方針が出てくるという話がありますけれども、やはりこれ、透明性を、規制度の透明性を早く高めないとです、ね、企業が動きづらいということはありますので、ここはもう課題かなと、うん、あともう一つ短くお話をしますと、あのトピックスの見直し、先ほど2025年1月で終わるという話をしました。ええ いわゆる第一フェーズだと考えればですね実は第二フェーズっていうのも行われるよ、はい、予定だと今後投資を検討していくということがあります第二フェーズあるんですねそうですね、はい、第二フェーズがあるとここで銘柄の入れ替えとかですねそういったものが定期的に入れ替えとかが含まれてくればそれはポジティブに影響してくるかなと思いますがここで大胆な改革というのは必要なのかなというふうに思っています、うん、第二フェーズ大胆な感覚にも改革にも注目ということです中山さんいろいろと取材を重ねてきて当初再編今後の一番の課題注目点どの辺になりますでしょう まあ難しいんですけれどもやはりそのトピックスの見直しの部分も含めてなんですけれどもやはりその今トピックスで膨大な数になってしまってる、うん、やはり代表する銘柄こうだってもともと市場再編のもともとのテーマだったと思うんですけれども、えー、まあそこはなぜかこ,うここまで来たところでちょっとこうモヤモヤっていう形になってしまっている、うん、やはりそうすると投資家も分かりにくい、はい、で市場参加者全体も分かりにくいってなってきたのでやっぱり明確にしていくことクリアにしていくことっていうことがまあ 市場,を市場の組み立て方も含めてなんですけれども、うん、求められていくことだと思いますしこれは、まあ、あの投資家たちもどんどん訴えていかないといけないことですよね。われわれからも訴えていかないければいけないポイントかもしれません。さて私どもはその番組を通じてです、ね、この東証再編を通じて日本企業の価値が高まるかどうかというところをずっと問ってきました皆さんにもぜひ問いたいと思います。本本当ベタな質問でで申ししま,ませんが日本株は買いでしょうか 札をどうぞ <laughs>、えっと、じゃあ分かりやすいから、中村さん、一言。あ言、企業は変わるっていうことはあると思います、全体ではなくてです、ね、うん、やっぱ中古型の企業は変わっていく姿っていうのを見えるのは、投資家としてもあり楽しいことだと思いますので、そこで買いっていう意味で、丸を挙げさせていただきました。上野さん まあ、ちょっと立場上言いにくいことがありまして、<laughs> まあ、ただ、その企業価値の向上向けた取り組みっていうのは、一部の企業で始まっているっていう印象があります。ですので、この動きが全体にも広がっていくことが重要だというふうに思っています。わ、うん、かりました。中山さん、香山さん、ありがとうございました。東証再編日本株は買いか、最終回は5月12日に放送予定です。それでは、今日はこのあたりで。